おお。どんな？皆さんこんにちは、ハノです。はい。今日は一年ぶりにあの場所に来ます。いちご！フライングしすぎ。はい。ということで、もう天気の雨降りそうなんですけど、このあと2日間ぐらい雨降るので、今年初のいちご狩りに行きたいと思います。わあ、いちご好き。行く場所は？じいちゃんの？畑。はい、畑に行きます。今日も元気に行きましょう。レッツゴー！バケツ持ってたらもうこんなの簡単に買うだよ。別にだってもう5歳だから大きいから十分いいよ。あの鹿の糞がいっぱい落ちる。ねえ、なんかふわふわなんやけど、ここふわふなった。じいちゃんが昨日買ったやん。これは鹿のうんこがいっぱい。これ昨日買ったって何？昨日買ったやんね。ああ、あったか。下のうんこがいっぱい。あー、降ってきた降ってきた。ハンちゃん帽子かぶってこなかった。ほら、早腐葉土がいっぱいあるよ。腐葉土ほら、ほんでいちごや。いちご、はい、じゃあ行きましょう。はい、開けて開けてや。はい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 、はい。さあ、今年はこちらでございます。うん、どこから行けばいいの？どこからでもいいよ。はい、ここから入って入る。あ、奥がいいよ。はい、竹取って。もう雨降って、あ、そーっとよ、かのさん、毎年言うけど。そーっと。まだ食べれるかな、かな。他のみんな持ってかなかったよね。もう雨降るで明日。パパは。ほら、赤い赤い。ボールの方でいいですか。はい。ああ、受け取って。はい、どんどん取っていくよ。雲やって、雲。おお。まだそっちがいっぱいある。あるそっち。ほらほら。いちごの芯ついちゃった。芯っこから取ってかんと。え？おお。なそう。あさ、あのもう一回言うよ。中入れるときそーっとね。そうじゃなくてさ。じゃあこっち来んなって言ってんだろ。だからいや、早くこっち来よ。ねえ、そこいいよ、とりあえず。ほらほら、早く大きいなってよ。なんで最悪やな。やめてよ。ねえ、かのこっち来んなよ。あっちの早いって。手袋だもんさ。早く、ほらすっごいいっぱいあるのに、なんでみんな見落とすの、これ。ほら。わあ。取っちゃった。ひめあげるほどのもんかな。ここにあるよ。何やったら食べに行ったの？ほら、早い、8。もっと一歩、大丈夫です。蜂の巣の近くは何もしに行ったら何もしてこない。何もしに行ったら何もしないって。野菜収穫。はい。じゃあ、行くか。行こうか。いちごさんと、ちょっと3つ並べてから。いちごがね、ほぼ死に方だから。野菜がしてるわ。あ、じゃあそれ持ってきたらあかん。虫嫌い。あっち。虫嫌いだわ、本当に。あら、あれ包丁かなんか持ってかんの抜けんちゃうん。
変な前ちょっとタヤやと思うわえこ、なにあれこっちが豆を食うやつこれ、これ何引っこ抜いてていいやつうん豆を食うやつこれはサヤを食うやつやと思うよだからサヤがいい見た目がだからサヤ取っていいよって豆さんだからどれサラダもいいよ一番どのように取ればいいのこれはあの引くかこれこれこれこうやってどっか取ればいいのどこでもいいよそこ踏むなよ踏むなよ野菜埋まっとるでほらこっち来てみーはやほらほら下そう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 こうやってこうやっとるあカノマばあちゃんからあの野菜引きをしようこれこれなここからこうやって持ってなほらここの根っこの方おおダンゴムシがいたこんにちはしとるダンゴさんおおすごいお調子両手でやらな二つの手でこうやってよっこいしょってやらないかなんでやねかむかいなダンゴムシがダンゴムシは土を食べるんやよせーのはい1、2の3いくでいいのあ、1個でいいよとりあえず1回でいいあ落ちた自分で持って虫ってやつ落ちたよあー、豆豆豆入れろーうわーすごい自分で持つ青虫さんのご飯やんこれ多分気づいてないよ、カノさんここにおるやん、ここにこれここにこれぷいほらこれ。どんな。青虫さんが食べてるこれ。朝。青虫さんが朝ごはん食べに来てる。いやー、芋だけど。あ、すごいすごい。ここすごいすごいすごい。すごいわこれ。天気が良かったからな。あの卵が産卵してまったもうほんでいいんか。取ったのほんで。まだ取ってない。ねえ、ほら見てみや、面白いこと撮れるよ、ほらうわぁ、暑いよ、ね、見てあれ、べっちゃりくっついとる初めて見たって言って、気持ち悪いんやって鼻ほら、虫な、かわいいなはほらほらそれ、そのかちゃんこの芋虫取りのが面白いやん。はい。畑の中、おい、ペッペッペッペ投げとるぞ、あの人。一人頭残してる。見て見て、彼女ほら。ほら。あ、増えならかん、野菜は。これほら、わかるこれ。うん、さなぎになっとる。お母さん、さなぎになっとる、ここ。あかんやん。蝶々になるぞ、これ。ほら。どうかしてたら、あ、ね、野菜増えたらあかんよ、あんた。じいちゃん泣くで。泣く。タンポポよ。じゃないですか。それタンポポじゃない。何か知っとるそれ。それ玉ねぎの頭や。ネギ坊主。ネギ坊主って言うん。ハゲ坊主。ハゲ坊主。ネギ坊主。あ、ハゲ坊主。ほらほらほら、これこれこれ。カノさん、これ。これ、ハゲ坊主や。ネギ。これね、油で揚げると美味しくなるんだよ。食べたことないやん。絶対まずい。そこは何のホラーゲームか。お化け屋敷じゃないぞ。あ、なんかちょっと潰れたと。溜まってきよ。空専門。ねえ、持ったってよ。え、すぐに触っても柔らかくて可愛いじゃん。可愛いって。可愛いって。